タミナが違う。ゴルフが教えてね。Thank you.
お出口は左側です。Thank you.
ありがとうございました。まもなく奥泉です。柴崎温泉お越しのお客様、奥泉でバスに乗り換えとなります。次の柴崎温泉行きますが、13時45分です。お降りのお客様はお忘れ物、落とし物なさいませんようにご注意ください。出入り口、頭のところが非常に低くなっております。お降りのお客様は頭をぶつけないようにご注意ください。奥泉です。お出口、右側です。
この先アプト一路長島ダム避難だ北欧伊古城接続橋線の順に停車してまいります。トンネルを抜けて右側前方をご覧いただきますと赤いアーチ式の足がご覧いただけます。右側前方には赤いアーチ式の足がご覧いただけます。この赤いアーチ式の足は泉大橋という高さは70メートルあります。この上流に建設中の長島ダムの資材運搬工事用道路でしたが、今では県道になり接続橋伊香方面の観光用道路としても使われております。ご乗車いただいています。この鉄道は大井川鉄道伊香線で千頭から伊香まで 25.5 キロを1時間45分かけて走ります。このゆっくり専用電気会社がご覧いただけます。この車両は日本自社長しかありません。さらに左側、中部電力大井川ダムです。ここでアプト式専用電気会社を最後尾に連結します。連結作業が終わるまでしばらくお待ちください。アプト一路、アプト一路です。お出口は左側です。Thank you.
咳止め。次は長島ダム、長島ダムです。これから日本で唯一の不等式で、次の長島ダム駅まで標高差約90メートルを約7分かけてゆっくりと登ってまいります。これから走る線路を見てください。あれが鉄道日本一の急勾配です。あの勾配は 1000m の距離を使って標高差 90m を上り下りしております。連結しておりますアフト式専用電気機関車、この坂を登るときは強力な力で押し上げ、下るときは強力なブレーキとなっております。先ほどのアップと一路駅までは後ろからディーゼル機関車が押してまいりましたが、この区間だけはディーゼル機関車を休ませてアフト式専用電気機関車の力のみでこの坂を登っております。ただいま一番前の運転席から遠隔操作されております。業務連絡内線お願いします。次のトンネルを抜けて右側をご覧いただきますと、長島ダムの建設工事現場がご覧いただけます。右側には長島ダムの建設工事現場がご覧いただけます。このダムは多目的ダムです。下流の尿市十二町へ水を供給したり、大井川の流量の調整など幅広く使われる予定です。ダムの高さは109メートル、幅は308メートルの大きなダムで、平成14年頃完成の予定です。大井川水系では一番大きなダムで、この長島ダムができるために伊香線の一部が水没することになったため 4.8 キロ間を付け替え、そのうち 1.5 キロメートルがこの鳩式区間になっています。平成2年10月2日にこの伊香線の鳩式は営業運転を開始いたしました。約90メートルを登り切りました。まもなくアップ区間を終了し、
長島なめ駅に到着します。ここでアプト式専用電気回線の切れ直し作業を行います。切れ直し作業が終わるまでしばらくお待ちください。駅に着きますと長島ダムについている説明がテープによって流れてきますからお聞きください。長島ダム、長島ダムです。お出口は左側です。お降りのお客様はこの列車の後ろを回りください。このレインボーブリッジは2つの橋で作られ大井川を2度渡っています。橋の長さを2つ合わせて
481m、高さは 70m あります。先ほどの長島ダムが完成しますと、この辺りも大きな湖になるところです。左側、対岸に見えていますのが、水没することになった元の一貫線の線路、トンネル鉄橋です。9年ほど前までは、あの元の線のこの一貫線は走ってました。前方に建物が見えています。レイコテージ奥大井です。2階が展望台、1階が休憩所になっています。奥大井古城、奥大井古城です。お出口は右側です。もう一つの足を渡っております。鉄橋右側の歩道は遊歩道の一部として一般に開放しております。ただいま停車いたしました。北大井古城駅から鉄道橋線駅まで約50分ほどでハイキングができるようになっております。